どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、久しぶりに今日は、第2拠点の下での作業となります。ここ、まあ、ちらっとライブとかで映ってたとは思うんですけれども、地味に建物を増やしていっております。はい。で、ここら辺もね、ちゃんと住宅化していくというので、まあ、収録外でね、ちょっとやってることが多くなってくると思うんですけれども、いい感じの街並みに仕上げていければなというふうに思っております。で、今日はですね、ここじゃなくて、もう一個向こう側ですね、ちょっとまたいろいろといじっておりますので、今日はそちらでの作業をやってまいりたいと思います。で、これで早速始めてまいりましょう。はい、ここは、動画にしてるから、分かってるとは思うんですけども、ここが紹介せずにそのまま作ったまんま放置されている家でございます。ここからね、降りられるようになってます。こうですね、中はね何もありません。ベッドしか置いてないね。とりあえず住宅作るのを優先してやっていっておりまして、で、ある程度できたら中もね装飾していきたいなというふうに思います。で、まあメイン通りはこれ、アメジストブロック使っていい音が鳴るようにね、響きということでね、響くようにね、作っております。で、脇道はもう普通のこういう道で作っていきまして、それぞれの家をつないでいくという感じなんです。で、ここの家、もともとあった家です。で、ちょっとリフォームして、材料変えました。深層岩と、雪ブロックか使って、このようにリフォームいたしました。まあベースはそのまんま、形はそのまんま、前のまんまなんですけども、材料だけ変えたという感じですね。で、あとここら辺もまだ前のまんま、ゾンビ村のまま、家が残ってますけども、これも同じように材料変えて、テイストを合わせていく予定でございます。ここももうそのままだもんね。はい。これもリフォーム物件になっていくかと思います。ここって、あ、こっちか。ここだね。ここも変えていきます。家は残して、畑も、残す予定かな。で、やっていきたいと思います。あ、これ洞窟あるね。こっちが玄関か。そうだよね。こっち穴開いてんだね。はい。ここもね、全部洞窟が結構下にあるし、ここ空いてる部分をちょっと修復しないといけないですよね。ここも下つながってますしね。でね、まあいい感じの住宅地に、していこうと思います。こっち全然湧き潰しできてないね。何しかこれもうちょっと道、穴開いたりしてるのを全部埋めて、ほら、ここもできてないでしょ。安全対策は必要ですよね。で、ちょっとここ、ちまちまと、今、作業しているところです。向こうのね、山の中にあった仮の交易所に、つながる道なんですけれども、一応、アメジストだけ、セットして道で歩いていけるようになってます。こっち側もですね、まあ、ここがメイン通りというふうな感じになっておりまして、で、作業してたんで、ここちょっと物置いてますけども、で、こっち上ね、第二拠点に上がっていけるようになってます。で、こっちもこのようにつないで、これ、村人増殖ですね。こっち、ちょっと出入りできるようにしとかないといけないかなと思って、もともと出口なかったんです。出入り口なかったんです。っていうか、上にあったんですけどもね、ゴーレムがそこに湧いちゃうんですよね、トラップドアの上に。だからなくして、まあ、無理やり壁とか上、天井壊して入ってたんですけども、それをやめて、こちら側からね、入れるようにいたしました。ここ階段で上がっていけない。ちょっと今安全対策で塞いでますけれども。で、ここもともと天候の交易所に、搬送するための道だったんですけれども、ここの道ね、ちょっと見た目がちょっと美しくないということで、壊そうと、撤去しようと思います。で、その代わり、下にね、ここまで行って、向こうの天空の交易所まで直接位置合わせて、レールでまっすぐ行けるように、しようと思ってます。だから、あとこれ、こう見ると、この中入っていくんですよね。で、地下通っていくというふうな感じになります。で、ちょっとここが、ちょっと見た目があれだったんで、これもう全部
撤去いたします。でその作業をね、進めていったところでございます。でここなくなるんでこっちの部分だけなるんで、よく考えたこれゾウさんみたいだよね、エレファントハウスみたいな感じになるんですけども、ちょっとここら辺もある程度ここ撤去終わったらここももうちょっと綺麗に装飾していければなというふうに思っております。ゾウさんハウスね。であとこっち道またつながるんですけども、こっちに村あるんでそっちとねつなぎたいと思います。あっちの村も村人解放しときたいよね、まだ家の中に閉じ込めたままなんでね。で今日はここのね、整える作業ちょっとやっていければなというふうに思っております。とりあえずここも家一軒建てたいよね、活動する上での物とか置いときたいというのがあるんでね、とりあえず活動拠点となる家をちょっと建てとこうかなと。でゆくゆくは住宅地にしていくと、家を増やして住宅地にしていくというふうな感じになるかと思います。とりあえず高さ合わせるためにね、どういう家にするかな。だからちょっとテイスト合わすためにこっち豆腐ハウスになってるよね、だから豆腐系で合わすかね。まあ気に入らなければまた後で変えればいいから、豆腐だったらねいくらでも形変えることできるんでね。はい。で、あとねここガイドとちょっと道だけちゃんと整えておきたいんですよね。ここは陸続きではないな、ここはくぼんでるよね。ちょっと花はねちょっと結構使うんでね、取っとかないと。ここは大丈夫だね。ちょっとねこれはね時間かかる作業ではあるんですけれども、地味にね進めていけばそのうち出来上がるというふうな感じになるかと思うんでね、まあ長い目で見てもらえればいいかなというふうに思います。今見たところではなんだこれって感じだけども、そのうちねいいのがいい街並みができていくんじゃないかなと思います。はい。であとは新双眼の階段ですね、もうつけりゃとりあえず道としては OK ですね。磨かれただよね。下地面あるところは簡単なんだけど、ないところがちょっと大変だよね。こっからなくなるよね、こうやって行かなきゃいけないめんどくささがあり、ああほら、あそうだこっち、あまただ、これがあるから嫌なんだよね。ちょっといるな、こっちへまだつながるから、ちょっと3つだけね出しておきますって感じで、ここはこうしてこうつなげればいける。ああまた逆になった、逆回になるね。てな感じでこうやってちょっとつけていきますね。窓どうする？こうするか。で、ここはちょっとアクセントとしてブラックストーン入れて、これはこれでいいかな。どんな感じになるかわからないですけども、とりあえず適当です。でドア、どっち開き、こっち開きの方がいいかな。
という感じですね。はい。ちょっと、家の方はね、適当に材料を置いときたいんで、ちょっと適当に作りました。正方形の家です。屋根つけてね。で、一応お庭風にして、ちょっと光源入れたいな。上にランタン置くか、下に埋め込むかだよね。ランタン置くか。で、中、樹皮剥いだやつですね。にしてみました。今までちょっと使ってないんですけども。で、上ね、ここは横になってるんですけど、上はね、ぐるぐる回してみました。はい。こういう感じです。端にしたらあれだから、柱のところに置いて、ここ真ん中はここかな。ちょっとシンプルイズベストの家を作ってみました。まあ気に入らなければまた変えるということで。はい、こういう感じでございますね。で、道の方もね、両サイド階段、深層岩の階段ですね、入れました。で、ここちょっと変えたんですね。下水なんで落ちないように、橋にしてみました。これなら大丈夫でしょう。はい。で、一応、最初の方で言うとりましたけども、ここ、下通路完成したら、ここ撤去するというふうな感じになるかと思います。で、ここもちょっともうちょっといろいろ飾り付けして、いい感じに仕上げられたらなと思ってます。うん、徐々にここ、発展させていきます。なんかランタン嫌だな。ちょっと合わない。ちょっとこのタイプの家には合わないような気がするな。思ってたのと違う。この四方と真ん中ですね。真ん中。で、あとカーペットでごまかすと。うん、これなら目立たないね。はい、OK です。はい、ということで、こちら側のスペースもね、いい感じで、できてまいりましたと、今ちょっとふと頭に浮かんだの。今、朝ドラで沖縄が舞台になってるんですけれども、沖縄にあるあの、沖縄独特の家ですよね。あれちょっと一緒ね、作ってみたいなと頭によぎりました。ちょっとここじゃ合わないと思うんで、またどっか適当な場所、雰囲気の出そうな場所を探してですね、ああいうのを作ってみてもいいかなというふうに今ふと頭の中に思い浮かびました。さあ、どうなることやらということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。